はいどうもこんにちは。令和生まれにはまだまだ負けないぞ、岩下スティーブンです。と言いながら昭和ライダー大集合 T シャツ着つつ、今回はこちら、はい、SH フィギュアーツ仮面ライダージオーディケイドアーマー。ジオーのフィギュアーツもまあ集めてはいるんだけど、今のところ基本フォームしか持ってなくて、ジオーのビルドアーマーとゲイツのゲームアーマー、それぞれねアーマータイムしてるやつは出てたんですけど、ちょっと買わなくて、別フォームっていう意味では今回初めてですね。あれかな、ディケイドアーマーは中間っていうか強化系フォームか、1段階目の強化フォームっていう解釈でいいのかな。草加正人の激似モノマネはこの辺にしといて箱を見ていきましょう。こちらプレ版限定販売のやつだから中身が見えません、まあ、正面はディケイドアーマーが書いてあって、デカデカと2009、約10年前ですよ。早いな。で横には全身、こっちの方は2009、2018、2018、2018、2018、たくさん書いてある。で箱の裏、いろんなポーズが取れるよっていう中で見てください。これ武器を持っています。通常フォームのジオーとゲイツの方は僕あのライドストライカー買ってないから武器持たせてあげらんないんだけど、これライドヘイセイバーを持たせてあげることができますよ。平成終わったけど、じゃあ中身見ていこう。よいしょ、おもれディケイド、ディ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 ケイ、うわ結構ごっつい。ヘイセイバー、あーこれヘイセイバー、これソッコに入ってるやつだ。ちょっと質、開けやす、最近のこうブリスターの表面はすごく開けやすいのが多い。ちょっと失礼して、うわーでっかいな。ちょっとあたかも最初から収まっていたかのように収めとく。よし、付属している武器はこちらライドヘイセイバー、ね、もう平成を象徴するような武器ですよ。この銀色の部分がメタリックシルバーになってんのがいいね。そしてピンクというかマゼンタかな、マゼンタっぽい色の刃の部分はクリアパーツでできています。で真ん中、あ光当てるとよくわかる、カタカナでもヘイセイバーと書かれています。もうこの武器の名前なんだっけって思ったらここ見りゃ書いてあるからすごく便利。本来のおもちゃとかだったら発光してこの中にクーガからビルドだったかな、平成ライダーたちのライダーズクレストが書いてあるんだけど、その辺はさすがに再現されていないね。で時計のバンドみたいなグリップで、ここに時計の針があるんだけど、これは動きそう、あ動いた、うわーでもちょっと固めだな。劇中みたいにこうガッチャンガッチャン動かすのは難しいね。まあでもこうやってぐるっと針は一周するようになっています。ほんでおそらくここの金色のね王冠みたいな部分にはライドウォッチが装填できるはず。ジョイントっぽいのもついてる。で裏側から見ると、うわすっごい小さいけど、ここんところにカタカナで仮面と書かれています。まあ裏から見るとほんと時計のバンド感が強いね。そしてあとは手首の付属品が2、4、6、6種類、ヘイセイバーを持つ用の握り手、パーの手、劇中でほとんどやったことないであろう決めポーズ用の手。さあというわけで付属品こんなところなんで本体見ていきましょう。いきます、ディケイド、言い方がディエンド。はい、というわけで仮面ライダージオディケイドアーマーです。これはすごいね、見た目がいい、ゴッテゴテにアーマーを装備してる感じもいいし、実際こうやってね持ってみると重量感もなかなかあるんですよ。まあディケイドアーマーっていうくらいなんで、いろんなところにディケイド要素があったり、色の方もまあディケイド、各所にマゼンタが散りばめられていたりね。まずはお顔の方、この顔はすごいよ、インパクト。顔面というか画面ですね、ディスプレイみたいな形の顔面で、この中に複眼がディケイドとなってる顔があります。横から見るとペッターンってなってるから、もう平面ライダー、平成と平面を合わせたり、そんなことねえか。顔自体はほとんどディスプレイになっているんですけど、ピッと続いている角の部分が画面からはみ出している。ここのところもなかなか鋭利な感じだわ。まあ画面の中身もディケイドなんだけど、ここの顎の部分だったり頭頂部のここね、カードがたくさん刺さったような状態のやつ、こういうところがかなりディケイド。横から見るとディスプレイ型のなんかアーマーみたいなのガパッとはめてる感じなのかな。結構反射する、そんな頭の角を上向くのがグッと、あーなんか割と上向いてくれるね。まあでも確かに首周りについてる襟がかなり低いからね。うつむくのはグッと、うつむくのはさすがに顎がボディにくっつくぐらいまで。さあそしてお次ボディ、ボディ部分ね、いろんな干渉しそうなポイントが多いから可動どうなんだろうな。ボディの方もかなりディケイドらしいですね。ちょっとここタスキ掛け状になってるようなところもまんまだし、なんだったら肩アーマーのところにカタカナでディケイドと書かれているからね。でこのバーコードの中にも2009
2009-453145、まあ、2009は放送年だなっていうのは分かるんだけど、1を A だとして ABCD ってことで4が D なんで、ここの数字をアルファベット順に置き換えると DECADE という風になるんですね。左肩の方にも同じように数字が書いてあります。さあ、そしてぐるっと後ろ向くと、あ、もう後ろ姿はね、もういろいろ隠してここだけ見せたらパッと見ディケードだね、ほんと。とは言っても本来のディケード、もうちょっとここのラインが細かったけどね。さあ、そんなわけで腕の可動どんぐらい動くかな。真横に上げるとグッと、あー、水平、腕水平まで上がる。肩アーマーも思ったより干渉しないね。パッと見肩アーマーのここんところにヒンジっぽいのがあるから、ここを軸に稼働しそうに見えるけど、実際は他の仮面ライダーのアーツと同じで肩にアーマーが直接ついてるっていう状態。肩の方は引っ張るとちょっと引き出せて、上下手前と奥の稼働があります。そしてちょっと影になって見えにくいけど、肩と二の腕の間にもいつも通りロールがあります。さあ、肘の可動はぐんぐんと、あー、肘の方は90度よりちょっといくぐらいかな。そして腕にはライドウォッチつけているけど、相変わらず絵柄が描かれていないね。ここはいつか描かれる日が来るのだろうか。ちなみに腕についているライドウォッチ、銀のやつがバイクライドウォッチ、紺色とオレンジのやつがガイム、逆側の腕がビルドとゴースト。一応ついているライドウォッチにも多少の変化が見られるね。そしてボディの可動は胸から上とおへそのあたりにあるんだけど、これどんぐらい動くんだろう。まあとりあえず動かしてみよう。のけぞる可動はグッと、思いのほか動くね。うつむく可動はグッと、うつむく可動もまあ標準ぐらいかな。さあ、そして腰に巻いているベルト、時空ドライバーの方にはジオーライドウォッチと、こちらディケイドライドウォッチが装填されています。まあジオーの方もやっぱり顔の絵柄は描かれていないけど、ディケイドはかろうじて目の部分がグリーンに塗られているね。さすがにここ目の部分塗られていなかったら味気ないもんな。そしてベルトの真ん中のディスプレイ部分には2009と表示されています。そして、あ、ベルトの方もなんか普段とやっぱ違うね。アーマータイムすると横のところにこういう筒がつくんだね。ベルトの方もなんかちょっとごつくなってる。時空ドライバーにはもちろん回転のギミックがあるし、こちらのディケイドライドウォッチをよいしょ取り外すことも可能。このディケイドライドウォッチの方も細かいながらなかなか作り込まれている。裏から見ても、あー、ここの認識ピンみたいなところもちゃんと造形がある。そしてこのディケイドライドウォッチの方はライドヘイセイバーのここのところによいしょ、あー、ちゃんと取り付けることができます。もちろんちゃんとディケイド以外のライドウォッチもこんな風にはめ込むことができます。そしてさらにディケイドライドウォッチの方にも劇中同様に他のライドウォッチをグッとちゃんと取り付けることができます。前から見るとそうでもないけど、こうやって角度変えるとなかなか段差がつくね、やっぱり。そして下半身中心部分にマゼンタのライン、腰とももの付け根のところにロールがあって、さあ、まっすぐ前に上げるとグッと、割と普通に水平まで動きます。可動はそこまで問題なさそうだね。股割りはグッと、あ、股割りも普通に動くわ。腰の可動はボールジョイントだね。足部分はこのシルバーの面積が多くて、ここもまたかっこいいな、好きだ。ちなみに前面のラインの方はマゼンタの色はついてるけど、後ろから見ると真っ黒。さあ、そして膝の方には仮面と書かれた竜図がついている。さあ、そんなお膝の可動はぐんぐん、あー、さすがにね、もう綺麗に90度ぐらい。お膝は90度の可動が限界。足回りのアーマーは結構ごついからしゃあないね。さあ、そして足部分、足のところ本家のディケイドもここまで縦ライン入ってなかったけど、ディケイドアーマーの方はかなり角張った感じになりましたね。そして造形の方もどことなくメカメカしい。上下の可動、あ、上下はそこまでだね。さすがに足首の上下の可動はこれが限界。そしてなんかパッと見動きそうなここの部分も特に可動はなしで、くるぶしは、あ、割と傾いてくれる。そして角張ったつま先の方にも可動がありますと。足の裏、あー、ここもちゃんとカタカナでキックって書かれてるんだね。足のここのつま先部分、若干丸み帯びてる感じ。アーマーをまとってるから元のなんか造形みたいなのが残ってんのかね。というわけでディケイドアーマーの可動こんなところなんで、いろいろポーズをつけて遊んでいきましょう。まずは本編ではまあほぼ見ることのないジオーおなじみっぽいようなポーズ。明らかにそれ用の手が入ってたから、まあとりあえずねこのポーズは取らせるよ。お次、箱の後ろや洗剤
材写真で使われていたハイキックのポーズ、なんでハイキックなんだろうって思ったけど、大丈夫こんぐらい動きますからっていうのを伝えるためのポーズだったのかもしんないね。ほんとその通り、可動は普通に動いてくれるし、これハイキックの状態でも片足で自立できます。この状態にするのに結構苦労はしたけどね。ディケイドライドウォッチを手に持たせて、通りすがりの仮面ライダーだ、覚えておけ的なポーズ。そして武器のライドヘイセーバーを持たせました。やっぱこうやって武器持ってるっていうのはいいね。フィギュア自体にだいぶ迫力が出るもんな。こんな風にディケイドっぽくスタイリッシュに持たせてみたりね。ヘイセーバーにディケイドライドウォッチをセット、そしてヘイセーバーをブーンと振り下ろす。いいね、割と動いてくれるから、こういうアクションポーズも全然決まります。縦じゃなく横に振りかぶってもかっこいいね。せっかくなんで通常のジオウと並べてみました。面影が全然ないな。これがこうですからね。こうやって見比べてみるとなかなかの変化具合だね。はい、というわけで今回はこちらの SH フィギュアーツ仮面ライダージオウディケイドアーマー紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。まあレビュー中も何回か言ったように、この見た目のゴツさからね、可動範囲がちょっと心配されるとこだったんですけど、思いのほか全然問題なく動いてくれたんでね、遊びがいもあるし、見た目も個人的に好きなデザインなんでね、フィギュアーツ買って本当良かったですね。また一応これの次の強化フォーム、ジオウ2の方のフィギュアーツも予約しているんでね、また届いたら紹介します。そしてこの締めの動画撮ってる段階ではもうすでに届いているんですけど、近いうちにね、こちら本家さんの方も紹介するんで、よろしかったらご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。